やっほー、イエーイ、こんにちは、日曜日わお化粧してる。今日はバッチリメイクしてます。でも髪の毛は全く何もしてないので超ボッサ、前髪とかやばいやば、髪型はボッサです。何もしてない。前髪馴染んだかな、いい感じに。今ちょうどいいくらいかな。イエーイ、みんな何してたの？私まだカレンダーもしてないし、お出かけしない？お出かけしない？ワンピース見てたっていいね。スポーツ試合見てます。 お天気ですか。お天気は曇ってますね。雲しかない、覆われてる、雲に覆われてます。私はお片付けしてました。お片付けというか準備というかいろいろやってました。お昼はざるそば食べた、そば食べた、そばそばそば。来週、え、TG して来週か。本当だ。1週間後、TDC。早すぎる。まだ先だなって、本当にまだ先だなと思ってたんですけど。1ヶ月、バリ早え。びっ
くり、ほんともう1週間後ですね。え、めっちゃ早い。この間だって1ヶ月前くらいにその TDC 発表されたじゃないですか。大体その時にさ、あ、1ヶ月後かっていう感じだったんだけど、もう来ちゃったよ。ほんと早い。もう来ちゃったよ。まだ1ヶ月あるやんと思ってたけど、早いね。TDC いつぶりかな。私 TDC いつぶりですか。TDC って何が最後にあったっけ。え、私最後いつだろう。 TDC に最後いった、え、結構めちゃめちゃ久しぶりかな。だいぶ、こういうのは私よりね、ファンの方に、ね、聞いたらね、詳しいんで。眉毛に揃ってますね、パッツン。で、1週間後さ、だいぶ伸びてる。1週間ってどのくらい伸びるかな。もうちょっと一口か。うん、インスタの写真がめっちゃ綺麗。くまモンですか。熊本に行った時の写真です。私インスタとかさ、下書きめっちゃ溜まってるんだよね。なんか下書きはめちゃめちゃ溜めるタイプなんですけど、あ、なんかいつ載せよっかなみたいな。それで時が過ぎるんですよ。時が経って、あ、こんな、なんだろう、そう、タイミングを逃すというか、乗せます、いっぱい。陸泡かな。ね。陸泡。めっちゃ久しぶり。じゃ。今日スピクじゃないですよ。バリバリメイクしてます。よくお蔵入りする。SNS 系お蔵入りしがち。メールとか。ね、鳥がめっちゃ鳴いてる。それな、鳥がすごい。2.5mm、 2.5mm、 めっちゃちょっとですね。あ、今がちょうどいいくらいかな。どうだろう、短いかな。え、分からん。なんか、あー、はいはい、もういいな。このまま1週間いけばいい感じかな。今日は朝すごい遅くまで寝てました。二度寝した。
昨日はでも2時に寝ました。2時に寝て9時くらいまで寝てた。避けるゲーム。2時に分かれてる。なので7時間、7時間寝ました。7時間。イエーイ。44から始めたか。今日夜ね、配信で無理か。今日は早く寝たいけど、早く寝たいんだけど、12時までに寝るよ。寝る目標。今日はガチで。ガリガリ君目安。あたり、ガリガリ君のあたりとか見たことない。すごい。アイス。なんか、あ、神奈川じゃなくて TDC 本番までアイス食べるのやめてみようかな。やめてみようかな。でも本当に私アイス好きすぎて、よく前は、あ、劇場終わった、ご褒美にアイス食べようとか、あ、レッスン今日は本当に疲れたな、アイス食べようって感じだったけど、最近はそんなことなくなった。もうどうしても食べたいみたいなこともあんまないけど、月にしか食べないですね。アイスコーナーに行ってもコンビニとか食べたいって思わなくなった、あんまり。前はすぐアイス食べようって感じだったけど、アイス食べるならおにぎり食べようってなる。面白い。アイス食べるならおにぎり食べたいなってなる。家でぼーっとしてる時間とか好きですか？ぼーっとしてる時間です。ぼーっとしてる時間は好きですけど、家でぼーっとしてるとやみます。疲れる。なんかなんだ。いや、ぼーっとする時間は好きなんですけど、なんだろうな。家でぼーっとしすぎてると、やむタイプ。で気分が落ちちゃう。
ちょっと、あ、なんだろうな、なんていうかな、なんか例えばなんだろうな、朝早起きしてなんかゆっくりこうやってぼーっとしてる時間みたいなの好きですけど、例えば朝もうお昼ぐらいまでずっと寝て一日中ずっとぼーっとしてたみたいなのはめっちゃ疲れます。気分が落ちる。かき氷、かき氷器をさ最近うちで買ったらしいから作りたいんだよ。控えてる？え、控えてはない。ただアイスを食べたいって前ほど思わなくなった。アイスよりおにぎりって感じになったんですよ。さあ TD 終わったらなんかアイス食べようかな。食べたいアイスを一つ決めておこうと思います。最近のおすすめです。最近は、あ、なんだろう、私はピスタチオ、あ、ピノのピスタチオが食べたいんですよ。ずっと気になってる。なんかふわふわのかき氷ができるやつ、新しい趣味、私新しい趣味、趣味ありすぎて、いや、ありすぎてもないか、したいこといっぱいあるんですよ。でも手が回らない。やることいっぱいあるアニメもいっぱい見たいし、本もいっぱい読みたいし、漫画も読みたいし、やりたいこといっぱいなんだけど全然できてないです。ピスタチオ自体、え、食べたことないと思います。ピスタチオ味のアイスとかってよくあるじゃないですか。まあなんか食べたことあるけど、ピスタチオは食べたことないですね。ストップのさスイーツってめっちゃ美味しい。休みの日にぼーっとしたら損してきよう、ね、それな。休みだから昼まで寝ようとかなんないタイプ。マカロン、食べてみたい。マカロン食べた。私がよく行くケーキ屋さんのマカロンがめちゃめちゃ美味しいんですよ。ケーキ食べたいな。夏服ですか？夏服買ってないですね。TDC が終わったら食べたいものをいっぱいメモしておいて、それをモチベに頑張ろうと思います。アイスとケーキとあ、マカロンも食べたいし、餃子も食べたいし、お家のあと何食べたい、肉も食べて、焼肉行きたいな。いつか行きたいな、焼肉。
に踊りたくなる曲ある、夏に踊りたくなる曲ですか。ポニーテールとシュシュですかね。踊りたくなる、そんなのないですよね。逆にありますか、夏に踊りたくなる曲。ラジオ体操ですかね。第1位は何だろうな。食べた、ケーキ。アイシャドウピンク、ピンク地味にちょっとしかつけてないですけど、ま、マリトッツォって何ですか。おしゃれそうな名前が。おしゃれ浴衣着たいな、今年着れるかな、浴衣着る機会あるかな。花火大会早く行きたいですね。花火大会大好き。今年もでもね、やっぱ中止になってるとか多いでしょ。生地震、ああ、生地震去年来たっけ。去年浴衣、あ、配信で来たか。ショールーム配信で普通に家で来た。懐かしい、それも。花火したいな。私小さい頃、花火大会とかの、あの大きい花火がすごい怖くて苦手でした。普通に手持ち花火も怖かった、小学校くらいまで。妹は、あ、家で花火したときは、あ、怖がってましたね。確かに怖がってた。打ち上げ花火、そう、音がめっちゃ大きいじゃないですか。
手持ち花火は火が手まで来そうで怖かった。潮干狩り、潮干狩りって何ですっけ、潮干狩りって何ですっけ。ムツゴロウ、ムツゴロウ、小学校4年生くらいの頃にムツゴロウをなんかなんだっけ、干潟、干潟、佐賀の有明海みたいな、え、そう行ったんですよ。なんかムツゴロウのところに泥んこになってみんなで行ったんですけど、なんかいっぱいいるんですよ。なんかさ、みんなむ、え、ムツゴロウで合ってるよね、あのピョンピョンみたいなやつ。そう、めっちゃ有名なんですよね。あ、アサリ、潮干狩り、そういうの間違ってない、干潟、そのムツゴロウをなんか、あれな、みんな捕まえてたんかな、ムツゴロウを。何してたかよくわかんないんですけど、ムツゴロウがいっぱいあるんですよ、あ、いるんですよ。でみんななんかドロンクになりながらわーって行くんですよ、ムツゴロウの方に向かって。なんかそう、その光景が私信じられなくて、本当にだってムツゴロウいっぱいビュンビュン飛んでるんですよ、その辺を。その中にみんなわーって入ってって、え、めっちゃ本当にあのすごい、私がなんか苦手でそういうのが、え、なんだろう、無理だったんですよ。あの光景がもう私衝撃でした。先生に、はい、みんな行きましょうみたいな、とかみんなムツゴロウの方にわーって言うんです。なんじゃらと思って、私一人だけ行けなくて固まって待ってました。衝撃だった、あの時は。よくみんな行けるなと思って。足取られるよね。そう、そっちまでだから行かなかった。一人でずっと待ってた。で先生にもすごい、いかんね、早くいかんねみたいなふうになるんですけど、もう怖すぎ、恐怖すぎて、いい、本当に意味が分からなかった。なんであそこに行かんといけんとと思って、泣きそうでした。ずっと一人だけ自分だけ行けないのもすごい悲しくて、でもあんなとこ、みんなと一緒に降りたいけど、あんなとこに行けねえよと思いながらずっと泣きそうで。すごかったな。ねえ、みんな楽しんでたけど。そうそう、めっちゃトラウマです。あの光景が。なんかさ、行きのそこまで行く時のバスで。ムツゴロウに会いに行くよみたいな、すっごい楽しみだったんです。先生がめっちゃ楽しい感じで話してるから、でみんなわーって言ってて、着いたらあんなピョン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 ムツゴロウが飛んでた。衝撃でしたね。あの記憶はもう忘れない一生。すごかった。ドクターフィッシュ、あ、足の、え、私あれやってみたいなってずっと思ってたんですけど、最近冷静になって考えてみて、え、ちょっと無理じゃねと思って、自分無理じゃねと思って、足に魚が群がってくるんですよ。冷静になって考えてみるとちょっと無理だなって思いました。めっちゃやってみたいけど、昔からずっとやってみたいなって思ってたんですけど、最近になってね、ちょっと一旦考えてみたら、あ、無理だなと、うえーって蹴ってしまいそう、魚を。わーって足で超蹴ってしまいそう。
やってみたいけど、あの自分の足に大量の魚が群がってくる姿をが無理だと思う。最低、お魚さんに失礼すぎる。私超失礼な発言。でも絶対怖いわ。小芝さん、確かに小芝居っていいよね。ムツゴロウ食べたことない。美味しいんだ。ムツゴロウ食べるもの。動いてるもの、あ、動いてるものがダメです。釣りは好きなんですよ私。あの取れないんですけどね。釣って終わり。釣って誰かに任せます。取るのとか釣れたけん取って国家取ってって人に取ってもらいますけど、触れないんで。でも釣りは楽しいから好きです。魚釣り。水族館の人で、それな、あのマリンワールドとかさ、人手をこうやって取れるんですよ。え、人手？人手ですよね。あれすっごいみんなよく取れるなと思ってました。本当こういう私みたいな超生き物無理みたいな人からすると、あの光景が信じられないんですよ。羨ましい。逆に相手普通にプッて取ってみたいもん。絶対できないから。餌はあの、あ、そうだな、なんかつけますよ。取るのだけ取ってもらう。海、おばあちゃん家の近くの海でよく釣りをしてました、小学校の頃。ひいおばあちゃん家に魚の釣り竿がめっちゃ大量にあるんですよ。それでよく釣ってました、みんなで。釣ってたか全然わかんない。最後に釣りしたのいつかな。でも持って帰って食べてた気がする。え、そんなことできる？やってきる。食べてた気がする。ばあちゃんが、ひいおばあちゃんがさばいてた気がする。地球移動。確かに。
ミズとかつ、ミミズは絶対つけられない私。ミミズとか見るだけでもう発狂します。えってなる。ミミズ本当に無理。私の父が釣りが好きなのでよくなんかその辺で釣ってきた、その辺じゃないけど釣ってきた魚を食べたりしてます。その辺で釣ったのやばいか。あ、面白い。肉より魚、え、いや、どうだろう、どっちも好きです。ちっちゃい頃は焼き魚が、あの骨があるのが本当に嫌で大嫌いだったんですよ。お刺身はもうちっちゃい頃からずっと大好きなんですけど、焼き魚は小学生くらいの頃すっごい嫌いだった。なんで骨とかあるとよって言って、あんたも骨あるでしょってよく言われてたんですけど。肉がずっと好きだった。でも今はどっちも同じくらい好き。あの骨があるのすっごい嫌だったんだよね。取るのが苦手だったんだけど、すっごい嫌でした。なんかしかも魚、その骨が刺さって手術したみたいな話を聞いて、子供の頃にそれがもう怖すぎて、もう一個でも飲み込んだらどうしようみたいな不安で食べてました。だから家で焼き魚とかが出た時はもうテンションだだ下がりでした。今日の夜ご飯何って言っ て、なんかサバとか言われたらもうテンションめっちゃ下がってた。だから好きな食べ物は肉ですってよく言ってた。肉、お肉ですって。ほぐしてもらう、いや自分で食べてたんだけど、そう、しんどかったわ。まあ子供って感じよね、子供はみんなそう。でも私の妹とかまだ5歳ですけど、魚ほいってあげて軽くほぐして、骨なんかないかなってもう自分で食べるんですよ。もうお魚大好きで、焼き魚しかもたまに、あ、骨あったって自分で取ったりとか、食べながら綺麗に取るんですよ。すごい、何の違いだろうと思うんですけど、上手に食べます。肉あげるより魚あげる方がテンション上がってる、私の妹は。ほら、お魚よって、わーって感じ、肉より魚って感じ。ね、すごい羨ましい。いいね、お刺身も食べるし素敵。小学校の時給食で喉に骨、え、やばー、そんなさ、もう、え、む、そんなさ、一回なったらさ、魚食べるの怖くなるよね。絶対もう魚食べたく なくなりそう。周りも怖いよね、魚食べるの怖くなりそう。やっぱ気をつけないとね、ちゃんと。子供にしたら珍しいってですよね。なんか魚とか
骨取ってって感じじゃん。ふいってあげる。私とかよく骨出してあげてっていうか言われて、妹にあげる魚なんとなく取るんですけど全然入ってないからもう妹自分で出してますもん。ちゃんと自分で取った。米を丸飲みし続け、そうなの？お腹いっぱいなってる。思わない。うわあ、かわいいな。でもそうなったら怖いからちゃんと取らないとダメですね。どっちがいいんだろうね。なんか自分で小さい頃からやってた方が骨取るの上手になるんだろうけど、刺さったりしたら怖いよなとか考えると、やっぱまだしっかり骨ね取っといた方がいいのかなと思うし、難しいですよね。ねえ、なんかなってからじゃ怖いからね。すごいね、でも私と正反対だなって思います。お魚美味しいよね。お魚は美味しい。何の魚が、お寿司食べたくなった、めっちゃ。煮魚がいい。本当？私好き。寿司のネタは、小学校の頃はずっとマグロばっかり食べてました。なんかほら、ずっとハマったものをずっと食べてたんですよ。マグロばっか食べてた。で、私の弟は納豆巻きをずっと食べてました。お寿司屋さんに行って、お寿司屋さんに行って納豆巻きをずっと食べてました。マジで面白かった。で、私はずっとマグロ、まあ、いろいろ食べてたんだけど魚普通に好きだったね。マグロが大好物で、マグロをいっぱい食べました。で、私の妹はお寿司屋さん行くとエビばっか食べてます。エビ、ひたすらエビ。コーン巻き、コーン巻きとか食べてない。お酒飲み出したら先の魚が美味しそうして、うえー、そうなのか。ツナとかコーンとか、そういう系をお寿司屋さんにってほとんど食べたことがないです。もうザ魚しか食べたことない。ザ魚しか食べたことない。
さびは、わさびは、お店にお店におります。あの回転寿司チェーン店みたいな回転寿司だと入れないけど、普通にお、なんでもお寿司屋さんで頼むときはわさび抜きでって言わないとわさびは入ってるから、入れてらっしゃるから、もういちいちわさび抜きでっていうのがめんどくさいんで、ほぼわさびのまま食べてますだからお店による。かんぴょう巻き、うん、ウニ、ウニ食べれますけどずっと食べてないな。いつから食べてないな。ウニどこで食べたかな最後。なんかお店でウニを食べたことない。家で、なんかばあちゃんちとかでウニ食べた気がするんですよ。ウニ好きですよ普通。でもずっと食べてない。でも味は覚えてる。私ウニ苦手な方とか多い。あ、ウニパスタ、確かにウニパスタとかよくあるね。もうすぐ1時間、え、早い。あー、やっぱあー、ウニ取れるんかな フグはあれです、食べましたよ。みゆちゃんが送ってくれたフグ、フグ美味しかったな。めっちゃ美味しかったフグ。初めて食べた人、確かにウニ、そうだよね、初めてウニ食べた人、確かにあれをよく食べようと思ったよね。パッとランチ行くって言うと何だ、パッとランチ、あー、え、なんだろう、ランチ、イタリアンとか、たらこパスタ似合うなんてどういうことやねん。45分くらいが始めたか、もうすぐ終わろうかな。
確かにナマコね、確かに確かによくあれを食べようと思ったわ。そうそうそう、できた。たらこパスタ食べたいの。私あんま食べないんですけど、たらこパスタ、たらこパスタってあんま食べないわ。パスタ、何パスタ食べるかな。何パスタ、ピザ食べた。私の定期的に訪れるピザ食べたい。暑い暑い、窓全閉めしてるから。今日はね、暖かいですね。風がほんのりありますけど、グアムな、思い出すね。ナマコ触ってたじゃんね、みんなグアムで。本当最初の方で脱落しといてよかったなってめっちゃ思いました。ふう、ナマコ触らんでいいけん、最初の方で脱落しといてよかったと思いましたね。その時は悲しかったけど、もう最初に脱落かと思ってだったけど、いや、なんか難しかったのよ。なんかグアムに行く途中の飛行機でなんかめっちゃ起こされて、ゆずさんゆずさんみたいな、で、はいって、じゃあこれお願いしますみたいなって、あー、わかりましたって、めっちゃ寝ぼけて、超寝ぼけてる中で帰ってたんで、やってたんで、ね、よくみんなできたよ。でもナマコ触ってるのを見て、ふう、あそこまで行かなくてよかったと思いましたね。本当に思いました。目大きいから周囲よく見えるでしょ。そうかな、そうなんかな。バナナボート乗った、めっちゃ楽しかった。バナナボート乗りたいな。海に行きたいです、めっちゃ海に。ホームシック平気だった。ホームシックは1週間くらいでした。1週間2週間くらいだけ。一人で東京に初めて行った時にずっと一人でホテルにいたんですよ。一人でレッスン行って、一人で、ずっとマネージャーさんというかスタッフさんと一緒にずっといて、メンバーとも会わずにずっとレッスンホテルみたいな感じだったんで、その時は、だって初めての東京ですよ。しかも小学校卒業したばっかり。その時はもうきつかったですね。まあでもその後メンバーとずっと一緒にいたんで、そうでもなかったですね。慣れた。すぐ慣れた。ね、よく乗り越えたよ。しかもなんかすっごいね、スマホとかもその東京行くために用意して、なんか慣れてないんですよ。だから、あ、暇だからなんか携帯見ようみたいな、スマホ見ようとかもうないんですよ。なんかひたすらちょっと資料見たりとか、超辛かったな。社員旅行でホームシックになった。面白い。
社員旅行何日ですか。寮とか、ああ確かにそれだったらすごい。でもその時はメンバーにバレないように生活してたんですよ。1、2週間くらい。レッスン場もみんなと別のところで、なんかいろいろ準備するのとかもメンバーに会わないように隠れて隠れてって感じだったんですよね。メンバーにお披露目されるまで。そう、みんなが大きいリハーサルの時に揃った時に新メンバーですっていう風に紹介されたんですよ。だからそこまではみんなに一切見られないように生活してたんで、ずっと一人だったんですよ。東京に新鮮味、そうですね、新鮮味はない。初めて仲良くなったのはるんちゃんと元大分県代表のみゆ、二人がすごく話しかけてくれさって、そう、なんか話しやすかったです最初から。柔らかにして年上だったけど、なんか教えてほしい。ああやってもうほぼ初対面の人でも気を楽に。みゆゆんはもう会った日、その日から私はもう心を許してました。許してましたというか、なんかもう緊張してなかった。あ、もう好きってなった。すごかったです。私もああいう人になりたいと思いました。なんか秘訣を教えてほしい。私は逆に新しくメンバーが入ってきたとしてもチーム8に一時なんだろう、見守るというか全然話しかけられないんですよ。人見知りだし、なんかでもそれでも一時経ったら仲良くなるんですよね。私最初の方は全く話さないんだけど、しばらく経つとだいぶ仲良くなってるんですよ。だからいけるかと思って、そういつも結局それで話しかけないんだけど、逆に話しかけなくて最初の印象めっちゃ怖かったですって後から言われることが多いんだけど、第一印象めっちゃ怖かったっていろんな人に言われるんだよめっちゃ言われる。みゆちゃんはね、仲良くなった日めっちゃ覚えてますよ。みゆちゃんもなんか、なんだろう、話しやすいというか、すごい人と仲良くなるのめっちゃ上手だなって思いながら見てます。年上年下限らず、みゆちゃんはスマホケースがその時に、ね、似てたんですよ。使ってるのが似てるねみたいな言って、そこから仲良くなったのを覚えてます。すっごい覚えてる。どこから来たのとか、ああね、なるほどね。
か私も人見知りだから、なんだろう、後から入ってきた人の気持ちがすごくわかるんで、あれ、その気持ちを理解してうまく溶け込めるかなって思ってたんですけど、逆に自分の人見知りもすごくて、あれでしたねまあ結局仲良くなるんでいいんですけどね、いつも。そう、結局なんかいつの間にかさ仲良くなっちゃうんだよね。ミスターとかさ、ハッツとか最初の方全然話してなかったのに、いつの間にかこんな仲良くなってるしさ、まあ年同い年っていうのもあるんだろうけど、ユキちゃんとか私全然話しかけれなかった記憶があるけど、最近よくずっと一緒にいて、ゆきちゃんがすごい喋る人だから、営業トークでまず天気の話しろって今日いい天気ですねみたいななんかダメな話し方の典型って感じで、ゆきちゃんめっちゃおしゃべり上手だなって最近特に思いました。おしゃべり上手ですよね。きっかけは全然わかんないですね。でもヒカルンも最初全然話しかけれなくて、今めっちゃ仲いいんですけど、なんか後から聞いたらね、第一印象めっちゃ怖かったみたいな言ってたんですけど、なんかヒカルンとかはあのひなのんと3人でショールームをなぜかしてて、そこから仲良くなったかな、話して。何がきっかけがある、まあ、結局仲良くなれてるんで、まあいいです。そうと思って仲良しになった、誰だろう、無理そうって思った、仲良くなれなそうとかそんな子はね多分いないと思うんですけど、でもみんな、逆にこの人とは仲良くなれそうっていう人はいなかったです。全然私人見知りすぎてそんなことはまず思わないんですよ。この子と仲良くなりそうなれそうみたいなのはまずないんですよ。仲良くなれるかな、話せないかなみたいな、いつか話せるかなみたいなから始まるんですけど、人見知り、人見知りに見えないって身近な人には言われるけど、めっちゃ人見知りなんですよ。でもある程度です、ま、あの昔はもうちょっと支障、いろいろ支障が出ちゃうかなってレベルで人見知りだったんですけど、最近はまあ割と普通に生活できるほどの人にはなりましたけど、昔はもうえげつないほどの人見知りでした。
もうこの活動がすごい大きかったかなと思います。だいぶマシになったの。美人の人が黙ってると怖く見える。そうかな。うんちゃんは人見知りじゃないです。それはないです。どうだろう。でも私は人見知りないと思ってるけど、うんちゃんは本当は人見知りだったりして。おちゃらけるイメージがあるから人見知りっぽくない。ああ、なるほど。なるほど、本当に。ああね。ああね。ぐいぐい喋ってくれ。ぐいぐい喋ってくれないと私は無理です、本当に。だから、静かな人とあんまり一緒にいないというか、なんだろうな。なんか、ぐいぐい喋ってくれる人とばっかり、なんだろう。うわ、大好きですよ。ぐいぐい喋ってほしい。私が喋れないんで。ぐいぐい喋ってほしいです、私は。だから本当に最近思うんですけど、友達とかすごい仲いい子とかめっちゃ喋る子が多いなと思いました。私の周りは仲良くなる子はめっちゃ喋る子が多い。私は逆にあんまり喋らないんで、なんか友達と いたとしても、まあ喋る、いっぱい喋るのは喋るんだけど、なんか喋どうなんだ、聞き、そう、聞き役、聞き役なんです。私は聞き役なんです。自分の話をみたいな感じじゃないから、ね、だからよく喋る人とばっかりいる。人の、そうなんです、その通りなんです。人の話を聞くのが好きです。どうぞどうぞ。よく喋りそうだね。よく喋らないんですよ。意外と喋らない。意外とおしとやかなんです。おとなしタイプです。二人きりだと、なんか特に仲いい人とかだと二人きりで。話さなきゃとかならないというか、全然静かでも相手はどう思ってるか分かんないけど、私は人と二人でいて超静かでも気にならんタイプというか、喋んなきゃとか思わないタイプなんですよ。そういうタイプ。みんなあっちの人見知り動画分かったかな。なんでこんな話になったの。やば、もう4時早っ、終わろう。ああ楽しすぎた。楽しかったですね。じゃあちょっと終わるからランキングを読むよ。
と13位、秋文さん。秋文さん、ありがとうございます。12位、ポクレンバサランさん、ありがとうございます。11位、マサヤさん、ありがとうございます。10位、プッチーニさん、ありがとうございます。9位、クリスティアンさん、ありがとうございます。8位、ジャリングさん、ありがとうございます。7位、ヌッシーさん、ありがとうございます。6位、ヒガさん、ありがとうございます。5位、トリオエジさん、ありがとうございます。4位、ヒデジロさん、ありがとうございます。3位、コタンさん、ありがとうございます。2位、タケモトさん、ありがとうございます。1位、ハヤちゃんさん、ありがとうございます。イエイ、ありがとうございました。バイビーありがとうございました。またね、ありがとう、バイバイ。